どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、今日は12月8日,8日ね、ジョン・レノンのメインジですねね、えー、98回目のお配信でありますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、ボビー・エダ、えー、大阪のですね。<laughs> ボ,ボビー・アトレーザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしております。ね、えー、12月う入ってもう8日ですね。あっと本当に、えー、あっという間の2020年ですね。ね、本当に、えー、まあ。あ 積々は支柱もなんかわちゃわちゃしながらですね、えー、今日ももずっとまあ,あ制作をしながらですね、えー、いろいろいろんなことをまとめたりとかあもろもろおアトリエでやっておりますねまあさそ,そんな中でもですね、えー、まあ今年ねニス二千二十年かね、えー、まあマイブームなことなんですけども、えー、まあまあそうやな。 今年になってね、まあ、いろんなことがあるじゃないですか。だからなんかねいろんなことが、まあ、情報といろいろあるから、まあ、テレビをね意外に見る時間がだいぶ減りましたけどねなんかあので逆に今 YouTube をつけてたりとかする時間の方が、まあまあ、ここにいる時間が長いっていうのもあるんですけどで、まあ、その中でもですね、えーまあ、まあマイブームっていうか、えー、楽しみながらね、あね「進撃の巨人」のね が始まりまりしたね、うん、それはあのー、録画したのがあったんでねそれを、えー、朝日とかチロッとね見たりとかしてですねまあ,あそんなことでねでまああのーまあ、最初は僕もそういうのは全然興味もなかったんですけどたまたま「新喜の巨人」をですね何年か前かな、あのー、息子がなんか録画してて何やろこれと思って見てて。 でまあ、途中から見てたんでさっぱり分からへんかったけどいろいろこう調べたりとかしておないろいろ教えてもらうてね、うん、でなかなかこうは,はまりかけてるアニメですね、うんまあ他には、うん、あ,あれですかね、えー、ずっと「ワンピースもそうですね、うん、なんかこうみんな見ているのが、うん、なんか、まあ、面白いんやろうなと思ってなんかこうおもろいんやろうなんか全然話が分からなかったんやけども。 えー、たまたまギャオっていうやつがあってそれで第1話からな,なんかやってたからちょっと見てみようかなと思ってそっからはまってます。<laughs> ね、まあ,あのコミックスはねほとんど読んでないんですけどね、うん、読んだことないかなもう普段から漫画を読んだりとか、まあ、も,も,もちろん僕ゲームとかもしたことないしね本当にあのなんかこうやってることはねもうレザーワークっていうかとかあと、まあ、模型作ったり最近はもう全然模型も作ってませんけどね。 うん、なんかもうほとんど同じようなことのこうが同じようなことばっかりでまあそれがちょっとずつこうお積み重なってる感じですかね <laughs> うんそんな感じです。ままままああ今日のテーマはです、ねえー、あれですすねれるるる。えー〇〇〇 でかななり重要な気がしふっと今,日今朝もお思ったんですけども、あのー、いろいろこうファッションとかいろいろ流行ってきてるったりいろいろあるじゃないですか。えー、ねブーツカットが流行ったり今はスリムス,スリムとは言わんけどおスキニーが流行ったりベルボトムが流行ったりとかいろいろこうお移り変わってだんだんこうおなんていうのこう、ね、全く同じところには来なくて、えー、今のトレンドみたいなのをこう緩やかに。 えー、も時代は戻ってもなんかね、うん、今の気分っていうかあ流れみたいなんであったりするじゃないですか。で、あのーまあ、ここ最近ね、あのー、割と僕80年代かな割とでかい感じの北丈のでかいようなね大きめのんがあ来てるのかなうちの家族でもそうやけどあのおおも,うあのものすごいあの、ね、大きいサイズを。 T シャツとか着たりとかしてますけど僕はどっちかっていうとその逆でえねあのタイトなとかあのやっぱりラインが出るようなねメンズレディース関係なくてそのなんていうの,あの割とこうユニセックスな感じであのセブンティーズのねロックファッションっていうかやっぱそれがやっぱこう軸にあってやっぱ軸っていうのはあんまりぶらしたくないのでうんやっぱその中でやっぱりこう。 いろんなものを取り入れて、えー、その気分っていうのを楽しんでるんですけどね、うん、その中でですね、あのー、僕、まあ、まあボビアトレザーとしてはですね、まあ、軸っていうのがやっぱり大事にしたいなと思うしセブンティーズのロックファッションというそれとですね、あのー、やっぱりその中にあるものですね何がセクシー、えー、言っちゃった言っちゃった何が重要エっていうのはやっぱセクシーさですね。 僕はそれをねやっぱこう大事にねあの重要視してデザインとかに役に立ってたり自分の作品とかもねやっぱりそのセクシーさもですね自分なりにこう装飾してそれでもう出力する感じかなうんどこか色気を感じるようなデザインというかもちろんいろんなあね素材 えー、川の例えば、まあ、エキゾチックレーザーですね、まあ、ワニとかそういう,うウミガメもそうですしエイとかねそういうのも散りばめでもそうですけどもいろいろ珍しいレーザーも含めて、えー、なんかこうその中で、えー、より色気のあるセクシーな感じをとかこうそういうフレーバーっていうかをね盛り込んでっていうことはまあ軸にしてます。 まあそんな感じでえ今日はそういうえセクシーさっていうかそれを重要視してるっていうことですね,えねブログでもいろいろ何回もこう伸びたりしてきたんですけどねうんそれはやっぱあのこのボビー・アトレザーを始めてからずっとそれはもうぶらさずにねえ考えていっていますねうんあ,ありがとうございますえーああわがあ

相棒がいますねセクシーさといもうかね、まあ、これはねあの僕が当時作ったんですけどねこれあのイーストウエストっていうブランドのレーサーっていうね、えー、もうね半世紀前ぐらいのデザインのものを僕なりにですね、えー、リーシューしたっていうか、えー、なんですかねハンドステッチで再現した感じかな。うん、で まあこ,れこれはねたまに着てますけどこれジージャン版はこれ,これはもうあのヴィンテージの服なんですけどねでこれはねパロットですね。やっぱりそういう感じですねまあオマージュっていうかねあのイース・トウエストノース・ビーチ・レザーとかねああいう時代を50年ぐらい経ったとしてもいまだにこうなんかこう新鮮なっていうか。 うん、50年って言ったらあれですよで万博公園もそうじゃないですかあの太陽の塔ね、うん、50年でたってますけどねまあそれは万博が開催されてからから実際に建造されてるのは67年からほぼ同い年ですね。<laughs> やっぱりこう現役感っていうかね一番もうあっこにそびえてて、えー、しっくりくるっていうか。 いま、うん、だにその怒りを発してるというかねエネルギーを発してるというか、うん、警鐘を鳴らし続けてるというかね、うん、やっぱそういうふうなものにやっぱ惹かれます、ねうんまあそんな感じで、えー、ねえー、まああしたは99回ね、明後日10日は100回ですよ。ねなん,かなんか100回ってなんかしたいな思いながらも普通にスルーするかもしれませんけどもねなんかしたいなと思ったりもしますね。うん まあ,あ,あそういう感じでですね、えー、2020年ね、えー、またあいろいろねお付き合いくださいね楽しく過ごしましょうね,ね安全安心ポジティブにねそれではあ今日も素晴らしい一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバーイ